ポムは現地ではパームタイヤーと呼ばれるアメリカ里芋の根を用いたスリナムのオーブン料理である。スリナム及びオランダのスリナム人コミュニティではポムは最も人気のある祭りの料理である。スリナム人コミュニティではポムはしばしばクレオール料理やユダヤ料理が起源であると言われる。ポルトガル系ユダヤ人のプランテーションのオーナーによりポルトガルのジャガイモのオーブン料理として持ち込まれた。 ジャガイモはスリナムでは育たないので代替品が用いられた。ポムは鶏肉、柑橘類の果汁、アメリカ里芋の3つの食材を組み合わせて作る。アメリカ里芋の実が土着のものであり、すべての部分が食用化であるが、地下系の実がポムの材料に用いられる。球憩はパームタイヤーと呼ばれる。ポムについての最初の記載は、 1914年から1917年に出版されたアンシクロピディバン・レダーレンドスク・ウエスト・インディであり、この料理を茎が地上で育っている植物の根をすりおろして苦い大々の汁で処理し、その後鶏肉または魚と共にパイにする。この料理はポムとして知られているとしている。基本的な作り方は、ソテーした鶏肉を 生のまますりおろしたアメリカ里芋の2層で挟み、柑橘類の果汁と油、マーガリン、玉ねぎ、トマト、食塩、胡椒、ナツメグから作ったソースと混ぜ、きつね色になるまでオーブンで焼く。アムステルダムだけでスリナム料理を提供する施設が120以上ある。ロッテルダムやハーグ等、他のオランダの都市でも、ケータリングやレストラン、テイクアウトのお店は増えている。 多くの施設では、ポムをロールパンに乗せたブルードイエポンも提供している。ブルードイエポンは特に最近急速に人気を拡大しており、オランダ料理のメニューにも登場し始めている。オランダの料理本、新聞、ウェブサイト等にもポムのレシピの掲載が増え、2007年には移住と文化を彼ら自身の視点で表現する拠点であるアムステルダムのイマジンアイデンティティカルチャーで、 ゴムの展示会も開催された。ありがとうございます。